来たる衆院選に向けて関西に住む皆さんと政治や選挙についての本音を語り合うオンライン座談会、第1弾となる今回参加してくれたのは大学生です。後編ではなぜ若者の投票率が低いのか、どんな政策が必要なのか、政治家も顔負けの意見が多数飛び出します。題して GoTo 選挙未来を切り開け、大学生と勝手に政策提言しちゃいます後編。直接的にもう本当政治や選挙の話にここから入っていきたいと思ってますが、まず、今皆さん21歳から18歳の方、22歳から18歳の方まで非常に幅広いんですけれども、選挙に行ったことがあるという方、丸×でお願いできますか。全員行ったことがある。ではもう一つ、選挙に行かなくてもいいやと思ったことがある。あ、皆さんそのあたりは非常に政治や選挙に対して前向きに考えていらっしゃるということですね。では、浅井さん、今まで選挙はずっと行ってらっしゃいますか。はい、行ってますね。もう、例えばもう市議会とかそういう地元の自治体のとかも含めて、うんうん、そうですね。いつだったかな、2019年に参院選があったんでしたっけね。で、その時ちょっと大学が大分にあって、いろいろ手続きは大変やったんですけど、それでもやっぱり本当に意味があるって思って、僕はどっちかっていうと、その行くっていう姿勢で、周りの人も巻き込めるなって思ったのもあったし、そもそもの意思表示っていう意味では、なんて言ったら、もう本当に言われ尽くされてることではあると思うんですけど、一人自分の力で、なんていうか、自分の意思表示って別にそんな大きくないって、思う人も実際に大学にはいはるんですけど、でも知りもつまらないなっていうように、そこはやっぱ自分の意見も捨てたもんじゃないっていうふうに思ってます。おそらくまだそんなに選挙を経ていない樫本さん、まだそんなに行ってないでしょ。はい、そうですね、まだ一度しか行ったことはないです。どうして行こうと思いました、そしてこれからも行こうと思いますか。そうですね、まず一つ目の簡単な理由としては、選挙はなんか大人の階段を上るじゃないですけれども、なんかその選挙に行くことで大人の仲間入りを果たしたような感覚になって、それでまず選挙に行ってみようっていうのが一つの理由でした。でもう一つは、私自身その選挙などに興味があって、他学部のものなんですけれども、政治参加と選挙という授業を取っていまして、でその中で教授の方が、たとえ名前を書かずに投票をしたとしても、それはその一つの意思として受け取られるっていうふうにおっしゃっていて、それがすごく私の中で印象に残っていて、なんかその例えば名前を書くっていうのも一つの意思ですし、名前を書かないとしてもそれは政治に対する意思として受け取られるということで、その浅井さんも言われてたんですけれども、塵も積もれば山となるじゃないですけれども、一人の意思として何か示すことができればいいなというふうに思って選挙に参加することにしました。なるほどなるほど、はい。山本さん、はい、山本さんはどうして政治選挙に行くということをやってるんでしょう。私も樫本さんと同じで、選挙に行けるっていうのが大人の第一歩、大人の仲間入りをしたっていうのを思って、それが楽しくて選挙に行っているかなと思います。でも確かにやっぱり、そのなんか誰に投票したらいいのかっていうのはいつもなんかすっごい迷うところではあって、でやっぱり今 YouTuber だったりラッパーなどがそのすごい人気なのは、やっぱりそれがカリスマ性があるからだと思うんですけど、そういうなんかカリスマ性を持ったなんか言葉の表現でその人の気持ちをつかむみたいな、自分の言葉で伝えてるっていうのが分かるリーダーがいれば、なんかもっと楽に決められるかなと思います。周りの人とかっていうのはどうですか、同学年の人たちとは結構選挙に行ってる感じですか、それとも行ってない人も多い。
そうですね、私もなんかそのような話をしないっていうのが現状です、はい、あんまりなんか言ったか言ってないかがわからない。政治的な話とか社会的な問題の話を周りの人としたことはあまりない感じ。そうですね。うん、倉田さんはどうでしょう。あ、そうですね、まあ、周りの人とはまあ正直どこまで深く入った政治の話は正直しないかなとは思います。ただやっぱりそのあとなぜ投票するのかというところにもつながるんですけど、やっぱり私がその投票するとか、こういう今回はこういう選挙があるからみんなで行こうとか、そういうのを発信すると結構周りの友人とかは、あ、私に影響されて行くことにしたよとか言ってくれる子も結構いたので、みんな何かしら興味はあるけど手が出せない状況なのかなと思いました。ここまでの話聞いてて、池部さんはねずっと社会や政治にみんなが、若い人が特に関わってほしいっていう活動をしてきたわけですけど、どう感じましたか？そう、なんか僕はすごく日本の、あの若い人たちはすごく真面目だなっていうふうに思って、皆さん本当に投票行くときに投票先がわからないとか、そのでもなんかどういうことが問題になってるか分かれへんしって、なんか不勉強だからとか、そういうの理由を挙げられるんですけど、その投票という行為をすごく重く捉えすぎだなというふうに個人的には思っています。ほう、若者の投票率というのが非常に、特に20代30代、はい、低いっていうのはもう本当によく言われてます。池部さんが考える、なんでこんなに若者は投票行動しないのか、どうでしょう。はい、もうこれは、僕の中で思っているのは、日本において、若者っていうか、教育課程とかにおいて実際自分たちの意見が通ることってないんですよね。これ僕、この意見が通るという成功体験がないっていうことが、僕この投票率に大きな影響があるんじゃないかなというふうに思っていて、例えば海外とかだと幼稚園生に街を歩いていいとこと悪いとこにピンをさせてもらうんですよ。で、悪いとこはじゃあ何がダメなのかって聞いて、いや、ここはなんか車が見えなくて怖いみたいに言われたら、それを実際に改善したりするんです。そういうふうに、幼少期から自分たちで何かを考えて、それを実際に発信することで物事が変わるっていう成功体験っていうのが、やっぱり投票に行く今必要だと思うんですね。そうすると自分が投票したことによって世の中が変わるっていうような期待感っていうのが持てると思うんですけど、やっぱり日本の教育課程においてはずっと、例えばこれこういうことしなさいって言ってしてきて、生徒会とかあったりするけれども、生徒会って全然何も、先生にこういうことしたいですって言ってもなかなかそれができなかったりっていうような、なかなかこう上から来たものをそのままするだけっていうようなことになってしまっているので、やっぱり自分たちの意見っていうのが実際に何らかの形で反映されるような、そういうような成功体験っていうのが必要なんじゃないかなと思ってます。浅井さんはどう思います？なんで若者の投票率低いんでしょう？なんか一言でも当事者意識の欠如だと思ってます。これはちょっとなんか個性的な当事者意識の持ち方だとは思うんですけど、僕が高校3年生の時にムスリムの友達がいっぱいできて、でなんかそういう人たち、関西に住んでる人で、じゃあどういう経緯で来たのってなったら技能実習生だったりするんですよね。なんか聞いたことあるけどいまいち知らんかったなってその時は思ったんですけど、それこそだから2019年かの4月に改定法があって、でそこでやっぱ興味を持って調べるようになったんですよね。でそういう経緯で、ある種自分ごと化できていたから関心を持てたっていう、なんか僕はそういう経験があって、その投票に行くっていうような意識だったり思ってるようになって、なんか例えばそれをじゃあみんなにっていうわけじゃないですけど、いろんな政策だったり、それに関連する事業だったり、そういうところから当事者意識って生まれるものなんじゃないかなって思って、なんかそう促せるようなこともあればいいなっては思います。鹿島さんはどう思います？なんで選挙行かない人が多いのか、選挙がの優先順位が皆さんの中で低いのかなっていうふうに思っていて、やはり例えば選挙だと結構日曜日などに開催されることが多いと思うんですけれども、はい、
やはり友人と遊ぶ方が選挙よりも優先順位が高いですとか、うん、なんだろう、選挙って基本一人で行くじゃないですけれども、なんかあんまりその私たち若者の中で友達と選挙について話し合うこともないですし、一緒にじゃあ選挙に行こうかっていうこともなかなかないので、やはりその選挙に対する考え方が薄いと言いますか、選挙よりも友人、趣味とか、選挙の優先順位が私たちの中で低いのかなというふうに思います。山本さんは？はい、やっぱり若者は政治に無関心、そこがきっと投票率の低さにつながってると思うんですけど、やっぱり今までの小中高って過ごしてきて、ずっと決められたルールに従うっていう生活を送ってきたので、自分から何かを変えるっていう、きっと皆さん心の中で思っているところがあると思うんですけど、それを自分から発信しようとはあまり思わない人が多いと思います。それで、きっとそうなんだろうなと思います。でやっぱりあと、誰に投票したらいいかわからない、このリーダーにふさわしい人っていうのがまだ出ていないからかなと思います。今までに、これは皆さんに聞きたいんですけど、今の山本さんの話の中で誰に投票したらいいのかわからない、つまり投票したいなって思う候補者がいないと思ったことがある方いらっしゃいますか？丸バツでいきましょうか。ちょっとたまにはちょっとアナログ入れて、今までに投票したいっていう人いないんだよねって思っちゃったことある。なるほど。そうね、柏本さんまだ1回だもんね。そうですね。でもその他はの皆さんは、今までに投票したいなって思う人がいなかったことがあるということなんですね。では倉田さん、引き続き若者が投票に行かない理由で、投票したい候補者がいないっていうのは、ちょっとあまりね具体的なあれですけど、どんな感じだったのかっていうのだけ話してもらっていいですか？そうですね、まあ、それはそのやっぱり日本人が真面目ってところにもつながってくると思うんですけど、なんかその政策とかも、まあ、ちょっと見ただけでは背景がわからなかったりとか、こういう表面的なところで決めてしまってはいいのか、そういうところもやっぱりありましたし、私的にはなんかその若者の投票率が低い理由としては、高校とか学校で投票者の見方を教えてくれないっていうのが大きいかなって思っています。で実際にちょっとだけ調べたんですけど、まあ、ある高校の9割の学生っていうのが投票とか政党に関する授業がなかったりとか、80% の学生が授業で投票の方法とか政治に関する授業があった方がいいのにもかかわらずないっていう結果になったんですね。なので、そのどれだけ高校教育とか、まあ、高等教育でその政治に触れていないのか、そしてだからこそ学生の無関心につながっているのではないかなって私は思いました。なるほど。なんか今皆さん5人のそれぞれの話を聞いてたら、どうも教育課程の中で、今までの日本社会のその学校の教育の中で、ちょっとどこかで気づきや、教えることっていうのが必要だったんじゃないかっていうのは皆さん共通してるんじゃないかと思ったんですけど、どうでしょうか？なるほど。では今皆さんは、まあ、そういったことではなく自分から投票しようと思っているわけですけど、どういうことを基準に投票行動をしようと思うのかっていうことを聞きたいんですよね。それは人物なのか、それとも、まあ、その時の流れなのか、ワンイシューなのか、その人が一番最初に打ち出している政策なのか、それとももっともっと未来のことを考えているのか、それとも男女だったりとか若さだけだったりなのかとか、いろんな基準があると思うんです。言いにくいこともあるかもしれませんが、一つには絞れないと思うんですけど、あえて絞ってもらって、何を基準に投票しますか？では、まだ選挙1回、これから2回目以降続けていく柏本さん、これから先は何を基準に選挙に行って投票しますか？はい、そうですね、やはりなんだろう、政策の新しさじゃないですけど、新たな視点を持たれている方に興味がありまして、なんだろう、今までそのずっと同じ政策を何年も何年も続けていると、やはり別に選挙に行かなくても変わらないし、じゃあ行かなくていいじゃんっていう風になってしまうと思うんですけれども、新たな視点で物事を見ている方がいらっしゃると、あ、その人の政策気になる、じゃあちょっと
ネットとかでその方について調べてみようかとか、その新たな視点を持たれている方が私の中でやはりすごい選挙をする際に注目するポイントかなというふうに考えています。例えば女性であるとか、はい、若いとか、はい、まあ今まで政治家さんってねそういう人たちいなくて大体おじさんばっかりなんだけど、はい、そのあたりは基準になったりしますか？そうですね、やはり第一のインパクトとしてはやはり若い方がいらっしゃると何か私たちの考えを取り入れてくださるのじゃないのかとか、その女性の方ですと私も女性ですし何か女性視点で物事政策新たな政策を作ってくださるんじゃないのかといった期待はやはり生まれると思います。浅井さんはどうですか？どういう選挙に行った時に投票する基準になりますか？もうビジョンですね。将来、まあ、例えばその投票する人だったりが何かあこういう社会で行きたいなって思えるような政策だったり打ち出せるかっていうところのもう将来性みたいなところが僕の一番の関心ではあります。うん、将来をどんな将来を見せてくれるか。そうですね、池部さんはどうですか？そうですね、私は個人的には政策をすごく見て選んでほしいなというふうに思います。はい、やはりこう今はネットで各政党がマニフェストって言ってさまざまなこういうふうな政策を私たちは打ち出してますっていうふうに、まあ、書かれてると思うので、で多分どうしても今回の選挙はコロナ対策っていうのがやっぱり注目されるので、うん、コロナ対策とかで選ぶ部分もあると思うんですけど、うん、けどその政府の仕事はコロナ対策だけではないので、で今後も総選挙ってまあ任期が4年で、まあ、2年半ないしで解散することが多いんですけど、でその間のやっぱり国政を担っていただくっていう部分でやっぱコロナ以外のさまざまな政策についても目を向けてほしいなと思います。うん、倉田さんはどうでしょうか？私もやっぱり基本的には政策を見るのと、あとはまあそうですね、政党ごとに何やら持ってる感情とかもやっぱ人それぞれあると思うんですけど、私はそういうのを家族と、まあ、ディスカッションして結構決めたりしてます。うん、それで今ちょっと一つ聞きたいんですけれども、倉田さんからは政党という話が出ました。政党にこだわるという人はいますか？例えば政党にこだわる、はい、池部さんは政党をある程度見てしまう、どうでしょう、その他の3人はそうでもない。例えばこういうことがありますよね、自分の支持する政党ではないんだけれども若くて、まあ、例えば女性であったりとかして政策は自分にぴったり合っている、自分の支持する政党なんだけれども昔ながらの人が出ている、自分とは考え方多分話したらきっと合わないだろうなっていう人が出ている、これすごい難しい判断じゃないですか？うん、どうですか倉田さん、どうでしょう？やっぱり選挙って人気投票になってはいけないと思っていて、テレビ出演が多いから若いからだけがその投票の要因になってはいけないと思うんですね。うん、なので、まあ、自分が支持している政党だけど、まあ、おじいちゃんばっかりとかだったら、うん、自分には合わない政党なのかなって判断すると思いますし、逆にその自分は支持していなかったけど新しい風が吹いてるなと思ったらそっちに乗り換えるってことも十分にあると思います。なるほど、うん、池部さん今の話どうでしょう？そうですね、もちろん理想を言うと各個人の候補者に注目してその個人の資質っていうのを見て投票してもらうことが理想なんでしょうけど、どうしても日本は政党の力が非常に強い政治形態ではあるので、やはりその全ての意見を決めるのはその政党ごとにっていう部分にはなるので、一つ、まあ、政党というのを指標にして選ぶのも間違いではないのかなと思ってますね。山本さん、今政党という話も出ましたので政党にはこだわってらっしゃらないという感じだったんですけど、なぜ政党にはこだわらないということなのか、その他の基準ではどういうことで選挙に行こうと思うのか、そこをお願いします。はい、私はその政党っていうか人で見てしまうところがあって、っていうのもその政党の背景っていうのを多分それほどその大人の方よりは深くは知らないので、その政党に対する固定観念みたいなのがあまりそれほど持っていないので、その人で選ぶってところがあるんですけど、その人々の選び方はマニフェスト
を見ます。でそのマニフェストが実現できそうかどうか、その私たちが今求めているものとギャップがそれほどないかどうかを見て考えます。うん、マニフェストを見る、まあ、政策を見るということですね。はい、はい、本当に面白いのは皆さんそれぞれいろんな意見があるなと思って、ビジョンなのか政策なのか、それとも新しい視点なのか、さまざまな意見が出てきました。ではこのまま引き続き皆さんに伺っていきたいのは、じゃあそのためにはどんな社会になったらいいのか、でその社会を実現するためにはこんな政策があったらいいよねという、ひょっとしたら政治家の皆さん今日これ見てるかもしれないので、もうズバリ政策提言をしていってしまいましょう。まずは一番若い樫本さんからいきましょうか。そのこのようにもっと教育子育てしやすい国にということなんですけれども、その春学期私自身その東アジア、特に韓国や中国、日本などのその少子高齢化の問題についていろいろ論文を読んだり、そしてその後発表したんですけれども、やはり東アジア全体的にとても少子化が進んでいって、その少子化の中を見て、その政策があまり、もちろん政治家の方々がいろいろな政策を打ち出してくださってはいるんですけれども、やはりその直接子育てをするお母さんお父さんのところにしっかりと響いてないといいますか、その手助けになっていない、今時卵子凍結とかさまざまなことでその子供を少しでも増やそうっていうふうにはしてくださっていると思うんですけれども、もちろん産んで終わりじゃないので、そこから何年も何年もかけて小学校に行って中学校に行って高校に行って大学に行って大人になるまでさまざまな過程があって、たくさんお金もかかるので、そこのサポートをもっとしていただけたらなというふうに思っていて、もちろん今私が大学生でこれから例えば結婚して親になるって考えた時に、やはり友人と話していても結婚しても私は子供いらないかなとかっていう考えを持つ子も中にはいるので、なんかもちろんその様々な考え方があるのはもちろんいいことですし、でも少しでもなんだろう、もっと結婚して子供を産みたいっていう風に考える人が増えたらいいのかなっていう風には思っています。では続いて山本さんはどんな政策を提示してくれますか。若者庁、おお、オリンピックでのスポーツ庁っていうのができたと思うんですけど、それを見た時になんか何々庁って作るのいいなって思って考えたのがこれなんですけど、このなんか中身やることは、若者って自分の気持ちを言わないかもしれないけど心の中に持っているものがあるので、だからこそきっと聞かれたら言えることがあると思うんです。だからその難しいかもしれないですけど、国の方から若者の意見を聞いて回る部署を作ってほしいなと思います。で具体的にはなんか小中高大を回って話を聞いたりとか、そうすることでより若者の意見も反映される社会になって、これが若者のなんか言ったことが政策につながったっていう成功体験にもつながって、で先ほどの投票率の話にもあったように、もっと投票率も上がって若者が参加できる社会になるんじゃないかなって思います。で今の樫本さんと山本さんの話の中で一応担当するとことしては、今少子高齢化担当大臣みたいな、多分他の大臣と兼務になってたりとか、具体的に何しているか具体的な省庁を持たないっていう担当大臣がいますけど、そのあたり山本さんどう思います？そうですね、あまり聞きなじみがないので、機能してるのかしてないのかわからないっていうのが正直な意見です。そうですよね、はい、孤独担当大臣も日本いますけど、どんなことをしてるのかちょっと見えにくいところはありますよね。浅井さんの政策提言は何でしょうか。政策提言っていう形にはならないと思うんですけど、いいですよ、はい、おー、みんなに優しい社会を、うん、これはなんて言ったのかな、立場的にもやっぱ本心でもこう思ってることで、
僕が今までその高校生の時にご縁があって、なんて言ったのかな、ムスリムの人のなんか生活の困難だったりを、まあ、なんか聞いて、それの解決を手助けするみたいな、もうなんか高校生チームでプロジェクトをやったことがあって、成果で言うとうまく出せなかったんですけど、その時に、小学校の例えば弁当で、あ、弁当じゃないな、小学校の給食で、まあ、一緒に同じものを食べれないっていうのがなんかいじめの原因につながっただったりだとか、プール、なんて言うのかな、いろいろそのつけさせてほしいって言うてもやっぱ学校が認めないだったりだとか、例えば教育現場ではそういうことがあったり、医療現場ではまあ、病院給食やっぱ食が多いんですけど、そういうものだったりだとか、あとはその医療現場での例えば男女でのそのなんていうかな、ムスリムの女性の患者が男性のお医者さん行けるみたいなが、そのやっぱ本当はしてほしくないのにみたいながあるけど意思表示できない、だから断気をしてしまうみたいな、そういう世の中的に優しくないところっていろいろあるんだなって思って、でそれってそのたまたま僕はそういうムスリムの人らと仲良かったからそういう発見があったけど、やっぱり気づいてないだけでもっと違う人が違う困難を抱えてるっていうようなことも全然あり得る話だと思いますし、そういう声を汲み取る機会だったりだとか、まあそれをもうこれは本当に各省庁だったりがなんか考える一つの材料にでもなればいいなっていうふうに思ってこういう言葉を書きました。優しくないっていうのはやっぱりそこにあるのは無理解って思っていいですかね。ですね、やっぱり知っていればなんとかその 100% の対応じゃなくても、そのやってたのかな、これだったらどうみたいな優しさができると思うんですよね。でも今現状で言うとやっぱそういうことではないなって思った、なんて言うんだろうな、そのなかなか理解する機会がないなっていうのもやっぱ思いますね。機会自体もないんじゃないかと、はい、では続いて倉田さん、政策提言お願いします。はい、私の政策提言はこれいきますかね。高校大学の学費無料です。なんか雲の中に包まれつつですけどもうしっかり見えてます、大丈夫です。高校大学無料、はい、学費無料です、はい。まあ、これ、まあ、今その政策を見てみると、まあ、その貧困の家庭には行ける大学無償になるっていう人もいるみたいなんですけど、はい、そうではなくって一部ではなくて全ての人に機会があるっていうことが私はすごく大事だと思っています。でその私のおじいちゃんたちの時代ではアルバイトで大学の学費が賄えたぐらい国が出してくれてたんですね。なのでその学びたいっていう気持ちがあれば全ての人が学べる時代だったんですけど、今ってその学費もどんどん民間化してきているし、まあ、研究費とかも削られてきていて、最近だったの韓国の方が人口少ないのに論文の数はやっぱ日本よりも韓国が多いっていう結果にもなってきています。はい、なのでやっぱりその学べる機会とか教育をする機会っていうのが増えれば、それこそ若者が声を上げるって上げる人も増えると思いますし、やっぱり日本ってその石油とかそういう資源がないからこそ人っていうリソースを大切に育ててほしいなっていうことでこの政策を掲げました。なるほど、はい。研究費を増やすっていうこともプラスって考えていいですかね。ああ、そうですね、だんだん削られてるので、はい、それもプラスで、では最後は池部さんなんですけど、まあ、池部さんは、ね、普段から政治や社会にみんなが参加しようっていう活動してるんですけど、はい、じゃあ逆にどんな政策を池部さんは出すのかなと思って。そうですね、いやなんかすごい抽象的なんですけど。いいですよ。この見えてますかね。はい、見えてます。はい、学生にもっと決定の機会を、はい、ことなんですけど、まあ、先の山本さんのもすごく面白いなというふうに思って、うん、なんか徐々になんですけど、その政府だったら最近だとその若者の政策っていうのは若者にヒアリングしようみたいないうふうにできて、自民党の党内とかでもヒアリングとか行われるようになったんですけど、なかなか
今はそういうふうに、意見が反映されるようになっていないなというふうに思っていて、でこれは政治だけじゃなくて、よくまあ学校内民主主義っていった言い方をしたりしますけど、はい、日本ではどうしてもその学生運動っていう部分が昔あったので、それでその特に学生の政治参加であったりとか、学生が何か意思を伝えるっていうことに対してすごく消極的な先生方であったりとか、うん、学校が多いなというふうな印象を抱いてます、うん、まあ、けどもやっぱり学生にとってのその社会っていうのはその学校の中で行われるものなので、まずは政治参加をするにはこの学校内民主主義、例えば生徒会であったり学校の学生組織っていうものに対して一定の発言力であったりとか、一定の意思決定権っていうのを認めるであったりとか、あとはそのよくまあ最近その国会の制度でクォーター制、女性議員を一定数取りましょうっていうような制度が議論されてますけれども、じゃあそれ例えば部会とかで何か委員会作るときに若者向けの政策に対しては世代のクォーター制っていうのを実現させて若者を一定に人数入れるというようなことをもう少し推し進めていったりであるとか、そういうふうに全世代の意見が、若者だけではなくて高齢者の人も若者も含めて意見が反映されるようになるには、もっともっと若者に一定の機会っていうのを与えていただけると助かるかなというふうに思ってます。なるほど、うん、今日は皆さん5人一人一人からいろんなお話を聞いていく中で、やっぱりこう皆さんが思っていること、声を上げたいということっていうのが本当にたくさんあるんだなと思って、でテレビがそこを受け止められてるか、そしてそれを政治家に届けたりみんなに知ってもらってるかって言ったら、まだまだ僕たちもできてないことが多すぎてやらなきゃいけないなっていうふうに強く強く思いました。今日は本当に、長い時間というか短い時間というか、こういう機会を与えてくださってありがとうございました。またぜひいろんな声を皆さんから聞ける日を楽しみにしています。今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。